予定通り私たちはボソンジャンプで火星に到着しました。すぐに強襲作戦を開始します。目標はヒサゴプランのセントラルポイント岩戸です。ここは現在火星の後継者の本拠地になっています。それだけに敵の残存勢力が総結集しているようで、旧ギガノスのメタルアーマー部隊も確認されています。遺跡ユニットを奪われて以来、地球は圧倒的に不利な状況に追い込まれていました。でもここで戦いを終わりにしましょう。それでは作戦を説明します。敵の防衛戦力が作戦領域全体に展開しています。どうやら総力戦を挑んでくるようですね。私はこれから岩戸のメインコンピュータにアクセスするので、その間なでしこは手薄になってしまいます。しばらくの間敵の攻勢を食い止めて作戦領域を突破されないようにしてください。少しでも逃すとなでしこは危険な状況になってしまいます。今回は厳しい戦いになると思いますが、皆さんよろしくお願いします。エースポット要求に出撃します。アキトさん、なんだい。必ずユリカさんを助け出してあげてください。もちろんだ。ユリカさんを救い出した後どうするんですか。アキトさん、必ず帰ってきてください。じゃないとどこまでも追いかけます。大丈夫だよ、ルリちゃん。ヤマト、ガンダム、行きます。向かってくる敵をここから通さないで。ターゲットをレーダーに出します。作戦領域を通過されないようにしてください。周辺の雑魚はドラグーンに任せておいて。僕はこんな戦いやめさせる。どうすればいいんだ。ハリー君、なでしこ C のシステム全てあなたに任せます。え、全部今は僕ができることです。ダメ、私はこれから火星全域の敵のシステムを掌握します。僕が支援します。ガンマにカバーできません。なでしこ C、 あなたに預けます。でもハーリー君、男なら
憧れの艦長にいいとこ見せなさい。ってわけか。ハーリー君、こちらも全周警戒を。はい。こんな恐ろしい機械人形同士の戦い、怖いんだって思わないんですか？できることを。何これ、どっちを向いても敵ばっかりじゃん。エンデコちゃんの前でうろたえるんじゃないもん。嫌われても知らないぞ。ちくしょう、やってやる。ニルバーシを信じて、私たちに離れるわ。あなたを落とさせるわけには。油断しないで。友軍部隊が交戦。無駄だ。何機いるんだ。友軍部隊が押されています。そこか。この友軍部隊が攻撃されています。システム半分まで掌握。援護が必要なら言ってください。敵部隊に接近されています。友軍部隊が味方です。一体を間違えないで。システム掌握完了。お前ら落ち葉を離れるな。いや、勝手に機体が制御不能。こちらも制御不能。かくして火星中域の全ての敵はルリちゃんにシステムを掌握された。さすがは電子の妖精だな。
決着をつけよう。これが私の果たす最後の義理だ。義に生きる者の因果よ。お出ましたよ。一体どういうことなんだよ。また敵同士になっちまうんだよ。今できること、私は今ギガロスの軍人だからだ。ギガロスの同胞のために戦うのが軍人である私の義務だ。たとえ相手はお前たちでもな。どうしても敵に回るっていうのか。そうなったらやるしかねえな。やれるか。やるしかない。その赤い機体は短期でのボソンジャンプが可能よ。人の執念見せてもらった。本当にこれでよかった。ボソンジャンプによる奇襲はモロ刃の剣だ。アマテラスがやられた時、我々の価値は5人。僕が支援します。連邦側に永久ジャンパーが生きていたという時点で誤射していますよ。気をつけて。これで勝負だ。ここまでか。義理は果たした。皆さん、お疲れ様でした。アキトさん、ユリカさんは無事保護しました。地球まで移送するよう手配します。そうか、よかった。アキトさん、もうどこにも行かないでください。わかった、できるだけ協力しよう。ありがとう、アキトさん。ユリカさんも戻ってきたし、万事めでたしってとこだな。でも目を覚ました第一声がみんな老けたねだったからね。いつものボケで安心しました。星野艦長、こんな時に無粋な報告だが、ネオジオンが連邦に和平を申し出たらしい。なんだと。連邦にまともに敵対する唯一の勢力になってしまいましたから、政治的には妥当な判断でしょう。ああ、近日和平会談も行われるそうだ。じゃあこっちの世界はめでたしということで、心置きなくベルクトを追いかけられるんだな。なら一度戻らせてくれないか。こちらには火種もなくなったことだし、ベルクトが向こうに現れる可能性も高い。そうだな、新連邦にも動きがあった頃だ。新ドラゴンも気になる。わかりました、あちら側へ向かいましょう。ケン、どうした。浮かない顔して。お前らしくもない。マイオのことが気になってな。あいつどうしているんだろう。いつか決着をつける時が来るだろう。それまでは胸にしまっておけ。フェイ、地球に戻ったらだけど。どうする。やっぱり続けてみるよ。本当にいいの。
ここに来るまでは僕はただの高校生で、軍とか兵隊とかそういうものは大嫌いだったんだ。というか今も嫌いだよ。でもここにいる人たちは好きなんだ。アキトさんもそうだったけど、一人一人が大事なもののために戦っている。大事なものは人それぞれだけど、その先にはみんなの世界を守るっていう同じ目的がある。僕も自分の大事なものを見つけて、そのために戦いたい。何ができるか正直言ってまだ不安だけど、とにかく役に立ちたいんだ。バレル、わかった。君がそのつもりなら私は何でもする。うん、これからもよろしく。大事なもののためか。火星の後継者は降伏勧告を受け入れました。リーダー格の日下部春樹も捕まり、遺跡ユニットもすでに回収を完了。ボソンジャンプの脅威は取り除かれました。旧ギガヌスもマイオプラートが行方をくらましたことで空中分解してしまったようです。フィフスルナーを落とそうとしたネオジオンも和平交渉の場につき、これにてめでたしと行きたいところですが、私たちにはベルクトを追うという仕事が残っています。一刻も早く彼の所在をつかみましょう。セーブしますか？もう一つの世界に移動しました。最新の情報を報告。インター